Welcome back, Nanan. Okay. いた! マリーさん! マリーさん! すごい力だ。凄まじい負のエネルギーを感じる。イツキ、マリーを操っているのはあのミラージュの方だ。あいつをバリーさんから引き離せば。おじちゃん。守り、どうしてここに。ん?いいじゃん。来ちゃダメだ。ここは危険だから、すぐに来るんだ。 いやでいやで、私帰りません。待って、おじちゃんが死んだからジェットになんてなれるの。守り、おじちゃんはどうしたんですか。どうしてお化けと一緒に生きてられるの。バリーは操られているのよ。 おじちゃんはずっと私を応援してくれて、落ち込んでる時もそばにいてくれて、さっきもおじちゃんは私をお化けから助けてくれて、いつもおじちゃんが私を守ってくれて。だから今度は私がおじちゃんを助けてあげるんです。おじちゃん、 おじちゃん、私の声聞こえないんですか。おじちゃん、聞くな。お前はギターを弾き続けろ。 心を固めろ。固くなり、固く、固く。私、あなたの歌。バリーさん、意識を。 やるな、あの男。強い意志でミラージュに抵抗している。あと一押しのきっかけがあればミラージュの支配を抜け出せるかもしれんぞ。守り、歌うんだ。バリーさんは守りが歌うことを誰よりも望んでいる。守りの歌がミラージュの支配を抜け出すきっかけになるかもしれない。 辺りに満ちてた嫌な感じが消えてくる。守りの歌、ミラージュの力に打ち勝ってるのよ。驚いたわ。守りにこれほどの力があったなんて。守り、これがお前の歌だ。お前の心、お前の心届いたぜ。 俺のハートを熱く。耳を覚ませ。
すぐに解放してあげるわ。どうかしら。セッション行けるぜ。燃えなさい。手ごたえありそう。やってみねえとわからねえ。やってみねえとわからねえ。会議と訓練したんだぜ。行ってくれ。絶対に負けられない。いけるわ。一気に終わらせるぜ。やっけ、この命預けるぞ。お互いにな。セッション行けるわ。そい、私は倒れてられないのよ。
これで一区切りね。俺の技、今の樹なら使いこなせる。あなたのおかげで私は元に戻れました。本当にありがとうございます。よかった。私、おじちゃんを守ることができましたか？もちろんです。守りの歌、ワンダフォーでした。まだだ。さすがはアーマーナイト、堅牢なミラージュだわ。彼はドーンが、かつ私と共に戦った戦友です。守り、どうかドーンがマスターになって彼を助けてくれませんか？私が助ける。あ、私光ってる。パフォーマの光だ。パフォーマ、守りが力を貸してくれれば動画を助けられ る。これが守りのパフォーマー。とても温かな光です。本当にそれでいいの？これだけのパフォーマーを持っている守りは、いやおなく戦いに巻き込まれていくでしょう。守りの近くに動いてくれれば、私はそれだけで安心なのです。改めて守り、動画のマスターになってくれませんか？まだミラージュとかマスターとかよくわかってませんけど、私、おじちゃんを守れて嬉しかったんです。だから誰かから守られるだけじゃなく、みんなと一緒に戦ってみんなを守れるようになりたいです。よかった。動画はいいやつで、守りなら絶対に仲良くなります。はい、行くよ、守り。はい、いつきさん、お願いします。私は一体何を？正気に戻ったようですね。マスター。
違います、ドガ。今のあなたのマスターは私ではありません。ドガ、守りを任せましたよ。あなたが私のマスター。守り、自己紹介をしてください。あの、源守です。まだよくわからないこともあると思いますし、こんな子供ですけど、よろしくお願いします。子供だろうと関係ありません。こちらこそよろしくお願いします。源を守り、小さな私のマスター。最初は戸惑うことも多いだろうけど、俺もサポートするから安心して。ありがとうございます、ウサギさん。動画さんの人に精一杯頑張ります。どうやら私は狂気に関連マスターたちを傷つけてしまっていたようです。申し訳ありません。バリーと離れた後の記憶が半然とします。一体私はなぜこうなってしまったのか。私はかつて戦いに敗れました。おそらくその時にドーガは再び意識を敵側に染められてしまったのです。バーッ、守りのおかげでドーガが帰ってきましたし、テレビ局もすぐに元に戻りました。これにて一気に完成です。あれ、葵くんじゃ、畑中さん、それに俺のみんなも、フォルトのメンバー勢ぞろいだね。一体どうしたんだ。守りの応援です。大東テレビに守りが出ることになっていたので。本当かな。僕を煙に巻くにもしてない。いや、そんなことは。いや、僕の目は騙せない。葵くんは嘘をついて、隠すことでもないじゃないか。僕と同じで空ぶったってところだろ。空ぶった。ああ、本当に違う。僕はね、打ち合わせでここに来てた。で、帰ろうかなって思ってた。なんだか次のスタジオがおかしいってざわざわしてる。そこで僕は思った。これはあの事件に関係してるに違いない。でもご覧になって何も異常ない。畑中さん、あまり深入りしない方がいいと思うよ。そういう事件を追うのはあなたの仕事じゃないでしょ。まあね。でも、僕は一番の騒動に巻き込まれ、当事者だ。興味を持ってしまうのは仕方ない。事件の調査は、警察かマスコミにでも任せておけばいいわ。そうだね。あなたの身を案じて言ってるのよ。ありがとう、分かってるよ。僕も多くの番組と企画を抱えてるんだ。危険なことはしない。もっともっと日本のエンタメ界を盛り上げていかないといけないしね。じゃあ、僕はそろそろ帰るかな。ああ、ちょっと気になることがあってね。君たちにも無関係じゃないと思う。何ですか。最近どうやらダイバーテレビ内で大幅な人事改変があったらしくてね。社長が変わったんだ。ところがこの新社長、鶴見真宙はどうにも変な人だね。
僕も全く聞いたことがない人なんだ。経歴も公表されたし、僕は知り合いに鶴見真紀のことを聞いて回ってみた。でもみんな口を揃えて初めて名前を聞く人だって言ってる。僕が調べられないの？何者なんだ？え？ダイバーテレビ、どうしてその人のことを？テレビ局内の人事は僕ら芸能界に生きる人間にとっては一言じゃない。じゃあまたね。ねえ、つきくん、ダイバーテレビ。ああ、舞子さんの調査では堀野沢さんがおかしくなったのはダイバーテレビの仕事を受けた後だった。ダイバーテレビの人事会議、ミラージュの事件に何か関係が。ありがとうございます、マモリ。それと、皆さんも私のためにありがとうございます。バリーさんたちで、本当によかったです。だな。というか、終わったから言わせてもらうけど、バリーさん、無茶しすぎ。そうよ。マスターでもないのに、単身乗り込んでくる。無謀にも程がある。面目ありません。あの時は頭に血が上ってました。守りのことしか考えられませんでした。皆さん、あまりおじいちゃんをいじめないでください。ほら、おじいちゃんも皆さんに謝って。申し訳ございません。ねえ、月くん、私、守りちゃんの歌にすごくどんなドキドキしたの。俺もだよ。守りちゃんに置いていかれないように頑張らないとね。はい、そこまで。そろそろ歌たまの放送時間よ。そうでした。お前ら、目をかぽじって正座させろ。特番はダメになっちゃう。レギュラー放送に呼んでもらってよかったわね。はい、スタッフさんいい人ばかりで、とっても楽しく歌えました。私も、あの歌、島崎社長は分かってたんですね。さすがキリアを見出したポルトナです。褒められまくって、あなたは。守りちゃん。これからはレンチンとの相乗効果で歌の仕事ガンガン来るわよ。嬉しいです。頑張ります。始まりました。
Next Generation End。やったぞ！
Okay. I think that's gonna be it. We'll do some more, we'll do some side quests in the next episode. See you then.